ザウルス。ザウルス、ゾアリスは、シャープ株式会社が、日本国内及び海外で製造、販売していた、PDA 製品名である。当初は、電子手帳の発展型として、パソコン等との連携性は低かったが、後に、この連携性を強化し、一時期の日本製 PDA を代表する地位を築いた。当初の製品名は、液晶ペンコム、ザウルス。 ザウルスという商品名は、学名で、トカゲを意味する単語、サウルスに由来し、力強さを表している。日本国内向けの製品としては、1993年に発売された8ビット、CPU とモノクロ液晶を使用した、p イシリーズに始まり、32ビットリスク CPU と、カラー、一部機種は、モノクロ液晶を使用した、MI シリーズ。 オペレーティングシステムに Linux を採用した SL シリーズと続々性能向上が図られている。ただし、シリーズ間の互換性はなく、全て他シリーズのソフトを動作させることはできん。2002年11月に発売された SLC-700 には製品として世界で初めて CG シリコンシステム液晶が使用された。 2004年11月に発売された SLC300 には PDA としては初めてハードディスクが内蔵された。2008年12月13日に2006年3月に発売されたモデル SLC3200 を最後に生産停止済みと報道された。しかしザウルスの市場への投入はネットワーク環境が整う前だったため情報端末としてその後のスマートフォンの波に乗る。 ことはできなかったアップルコンピュータと手書き認識の研究開発で協力し合い、アップルコンピュータがニュートンを開発、シャープはザウルスを開発した。発売当初の正式な商品名は液晶ペンコムであり、ザウルスは相性に過ぎなかった。p ス7 0 0 0が特に人気のモデルだったと、p イシリーズは電子手帳の延長として発展したもので、 全身の PA の型番を持つ同社の電子手帳シリーズで培われた小型化技術が用いられている。シャープはザウルスシリーズを立ち上げる前に手書きペン操作可能な電子システム手帳 PV 回1を発売していたが128000円と高価でサイズが大きかったため商業的には振るわなかった。その反省に立ち大きさ、重さ、価格を半分に 処理速度を2倍にするという目標を掲げ、π-3000 イイを開発した。そして計画通りに、小型軽量化、低価格化を成し遂げ、液晶ペンコムとして売り出すと、ビジネスマンを中心にそのコンセプトが受け入れられ、同社の定番商品の一つとして認知されるようになった。すべてタッチパネル付き反射型モノクロ液晶ディスプレイが採用されている。フロントライトは付属しない。 解像度は239168ピクセル、π-8000 のみ319168ピクセルのワイド画面である。CPU はポケコンにも用いられたシャープ独自の8ビットプロセッサと手書き文字認識用に Z80 を使用している。Z80 はタッチパネル制御と手書き文字認識のみを行い、これを区別することで全体の反応速度を向上させている。 ハードキーはなく、すべてスタイラス、ペンによって画面に直接入力するか、表示領域外に配置されたショートカットキーを押すことで操作を行えるようになっている。手書き文字認識を採用しており、画面内の決められた枠内、画面下部の4つの枠に文字や記号を書き込むことで入力を行える。棚を書き込んだ後に漢字変換を行うこともできる。また、 ソフトウェアキーボードを使うこともできる。手書きメモやインクワープロなど、画面内の任意の領域に書いた軌跡をそのまま保存するアプリケーションも付属している。外部機器とのデータのやり取りには、オプションポート4、主に同社の電子手帳、オプションポート15、パソコンや携帯電話など、光通信、赤外線通信を用いる。光通信はアスクのみであり、イルダなど、 他の通信方式には対応していない。同社の電子手帳用に開発された IC カードの一部を使うことができるマイ7 0 0 0を除く。SRAM カードなどを用いることで他の機器とデータを共有できる。アナログ電話回線に接続できる FAX モデムも使用可能である。π i 3 0 0 0 4000シリーズは FAX 通信のみマイ5 0 0 0以降は データ通信も可能。通信速度はデータ通信時 2400bps、ファックス通信時 9600bps、π-8000 のみデータ通信時 9600bps、ファックス通信時 14.4kbps。別時の PIAFS アダプタ仕様の場合は 32kbps。電源は単4間電池2本、バックアップ用に、 CR-20251 個。使用は、同社カタログによる特定顧客向けに p i b 3 0 4 B308 がラインナップされている。型番は p i から始まるが、16ビット CPU と MSDOS が採用される C 言語による開発環境が提供されるなど、他のダウルスシリーズとは一線を画す。 カラーザウルス MI-10 に端を発する32ビット高機能 PDA Pi シリーズとはソフト面での互換性はない。反射型液晶や LC ォントの搭載など液晶のシャープをアピールする使命を帯びているように見えるシャープの特徴的な製品群だった。なお MIEX1 の VGA ポリシリコン液晶は東芝製である。 オペレーティングシステム OS に株式会社アックス製のスタールをカスタマイズしたシャープ独自のザースソースを採用し CPU には日立 SH-3 プロセッサを搭載初期の製品では 60MHz 程度のクロックで後期の製品では 120-133MHzSH3DSP のクロックで駆動していた MI シリーズのゾアリスに採用されていたザースソスは、軽快に動作し、心地よい、使い勝手を実現していた。ザースソス上で動作するアプリケーションは、ROM に記録されている、標準搭載のものとモアソフトと呼ばれる、追加搭載可能なものの2種類に分類できた。標準開発言語は、C 言語。独自 OS ながら、MS DOS 互換のファイルシステムを持っていた。 標準搭載のアプリケーションはファイルという概念を意識させない作りになっていたが、ユーザー性のモアソフトを使用すれば、ファイルを直接編集、操作することができた。また、内部的にはマルチタスクを実現していた。ただしシェルやインターフェースはあくまでシングルユーザーシングルタスクであり、PC や SL ゾアリスのように自由に好みのアプリケーションをスイッチできたわけではない。 MI シリーズ半ばで登場した MIE1 は、それまでのビジネスマン雇用足しマシン路線を改め、縦型ボディにフロントライト付き反射型カラー液晶、SD、CF デュアルスロットキーボード内蔵、マルチメイヤ対応、MP3、MPEG4 再生と、現在高機能な PDA の標準的なスタイルとなったホームファクターを初めて実現した革新的なモデルだった。 恐竜を背中に背負った人々が街中でゾアリスを操りエンターテインメントする印象的な TVCM により話題となり PDA に縁のなかった人々もゾアリスの虜とした。その後 MIL1、MIE21、MIE25DC と進化したが Linux 搭載ゾアリスである SLA300 の登場をもって MI シリーズの新機種発売にピリオドが打たれた。 コンシューマー向け MI シリーズの系譜は以下の通り、他にビジネスザウルスが存在する。海外版ザウルスに橋を発する Linux と Java をベースとする PDA Pi シリーズ MI シリーズとはソフト面での互換性はない。Linux 搭載のザウルスであることから l i n a z と呼ばれることがある。CPU には ARM アーキテクチャを採用し、 OS には PDA 向け Linux を採用する。機種により OS の名前は異なるが、初期のオセンベディックスプラス PDA が開発元の買収等を経て名前を変えていったものであり、実質同一ファミリーである。SLA300 を除き CF スロットと SD スロットを各一個ずつ標準搭載する。SLA300 は標準で SD スロットのみで SLC3000。 3100、3200は隠し、CF スロットにハードディスクを搭載している。また、SLC860、SL-6000 まで公式でオプションポート16を搭載する。SLC1000、3000、3100はフラットな蓋で隠されている。ユーザーインターフェースには GUI ツールキット QT の組み込み用であるクトピアを採用している。QT では、 X11 用のソフトが動かないが、p u ッ a x r o m o p ゾ n z ス、a ーコトワ Pocot Workstation 等の代替 OS や QT 上で動作する X、QT サーバー等の X11 サーバーを用いることで、X11 用のソフトも稼働する。これにより OpenOffice.org 等の PC Linux 用ソフトを利用することも可能である。SL サウルスは、 当初、海外のみでの展開だった。開発環境としては Java およびクロスコンパイラが用意された。これらの機種において、フラッシュメモリは OS 格納用の領域である。ユーザーデータはラムに格納されるためバッテリーが切れるとデータが消える。国内展開初期は、ポーコトプックやパームの市場と競合する構成になっていた。これは、 MI シリーズとの競合を避けるためと推測される。SLA300 ではフラッシュメモリは OS 格納用の領域である。ユーザーデータは RAM に格納されるためバッテリーが切れるとデータが消える。国内でも MI ザウルスに競合する SL ザウルスが投入された。これ以降はユーザーデータはフラッシュメモリに書き込まれ、a ムはワーク専用になった。 SLB500 と同等のハードウェアスペックを持つ海外版。OS がオッパンプだに、ジョバベムが CVM に変更された国内第2世代機種。無線 LAN や Bluetooth 等を搭載したモデルもある。オプションの CF 拡張アダプターを利用することで、CF スロットの増設とバッテリーの増強が可能。OS をリニオアリニックスに変更し、ジョバベム標準搭載をやめた。 国内第三世代。メイン基板に CF スロット2個を持ち、うち1個は隠し、スロット CF タイプのハードディスクを搭載可能である。非公式ながら USB ホスト機能を搭載している。SL-6000 シリーズにポーコトプック2003を搭載したモデル。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。